はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、早速やっていきましょうか。今回、ゼルダカップですね。はい、まあ、ゼルダなので、一応ね、ハイラル回答持ってきたんだけど、まあ、前回と同じマシンだからね、もともと持ってるやんけってツッコミも受けそうな気もするけど、まあ、そんなことは気にしないでやっていきましょう。はい、で、大変申し訳ございませんでした。前回よりね、だいぶ荒れてしまいました。いや、なんかね、まあ、なんだろう、身近で僕の動画見てくれてる人とかっていうのは、仕事もやりながらね、で、子育てとか筋トレとかね、まあ、いろいろやってることとかがある中で、その、僕の背景を知ってくれているからやっちまったー。そう、まあ、僕の背景を知ってくれてるからね、こんなクソしょうもない動画だったとしても、なんか本当にすごいねって頑張ってくれてる、頑張ってるよねー。やばいやばいやばい、前回がうまくいきすぎたからその反動が来ているかもしれない、うん、まあ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 、まだ1周目だからね。よいしょ。そう、まあでもそりゃそうだよ。だってさ、多くの視聴者さんはさ、僕が一体何者なのかなっていうことはさ、ほとんど知るわけがないというかさ、知りたくもないっていう話じゃん。知る意味もないと思うし。ね？よいしょ。そう。だったら、なんか、こう、なんか応援してますとかっていうような一言を与えるよりも、なんかもう、自分のストレス発散のために、ね、文句言うというかさ、なんかとりあえずけなしとけみたいなことを言うのとかって、まあ普通に考えたらそうだわなって。だって俺も漫才見てて面白くなかったらこのコンビつまんねえわってなんか嫁さんに言ったりとかしてるもんね。言わなくてもいいのにさ、まあ、そういうことですわ。うん、だからいいよ別にコメントとか 言ってもらって。はい、でもまでね、ゲームしながらっていうのはね、もうおっさんになってくるとマルチタスクっていうのがね、まるでできなくなるから、マルチタスクだけにまるでね、くそつまんねえ、ほんとこういうこと言ってるからあれなんだよ、こいつの実況つまらねえとかって文句ベラ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 って言われるかもしれないけど、まあ、そんなのはいいわ、そんなのはいいわ。うん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 、だってよくよく考えてみや、今このテンションでベラ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 喋ってるけど、ね、隣の、まあ、廊下を挟んで隣の部屋でね、子供と嫁さん寝てるからね、寝てる中でさ、こんなクソやかましい状態で喋ってたらさ、起こしちまうっちゅうねんって。あるいは寝てなかったとしたら、ね、嫁さん寝る前になんかいろいろ携帯とかいじったりとかしてるからさ、あんたさ、ほんと夜中うるさいんだけどとかって言われたらさ、もう家庭崩壊につながるわけだ。まあ、だったらやめろって言われるんだけど、もうこれもね、一応サイドビジネスでやらせていただいてますから、こんな実況だけど青コーラにね、ぶちかまされながらね、それでも、ああ、そうか、これ使えばよかったし、何してんの、ばっかじゃね？まあいいや、うん。そう。ね、そんなことも言いながらも、一応ね、お金をいただいていることになりますんで、はい。で、趣味でやらせていただいてますが、お金はいてます。ただし、じゃあお金もらってるんだったら、なんか多少の文句というか、クレームというか、そういうのも甘んじて受け入れるっていう方いるかもしれないけど、利用している方々はですね、無料で、使ってるわけですから、広告費用とかね、そういう、まあ、アドセンス広告と言われるようなものとかっていうのに関しては、もう残念ながら、あなたたちが払っているものではなくて、企業が払っているものだから、だから企業からもっと例えばエロいワードとか言うなとか、罵声を浴びせるんだとか、罵倒するなとかっていう風に文句をおっしゃるっていうことになるのであれば、残念ながらですね、僕は、はい、わかりましたって言って、もう自重いたしますっていう風に甘んじて受け入れなくちゃいけないんですけれども、何のメリットも与えてくれてない方々に関して、なんか文句を言われるような筋合いっていうのは全くないので、そこに関しては、私ですね、ゴリ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 戦っていきたいという風に思ってますんで、まあ、戦っていくっていうか、シンプルにブロックすればいいだけの話なんでね、はい。そうすれば、コメントも表示されることもなければ、二度と僕の動画も視聴する、まあ、視聴はできるのか。はい。で、視聴はできるけど、何か、ベラ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 訴えたとしても、はい。一切私とかね、あるいは他のご視聴者さんのね、目に入ってくることもなければ、耳に聞こえてくることもないということでございますんで、はい。人生の無駄遣い、おつざまーっていうことなんですよね。うん。まあ、それでもいいよって、なんか、自分のストレス発散のためだけに、そういうのを甘んじて受け入れるっていうことだったら、本当に人生無駄遣いをしているなっていうことはもう、限りなく誰もが思うことになるかもしれないんですけど、まあ、どうぞご自由にご勝手にと。で、勝手に潰れて、人生死ぬ間際にね、なんでブルーホースの動画なんかにコメント言ってたんだろう、本当人生の無駄遣いだったわって言って、食いて死んでいけばいいと思ってるの。あ、直接のこと言っちゃいけないですね。はい。土に帰れというメンタリストよりも、私はですね、さらに上位互換の砂や海に沈んでいけという言葉を使って、締めくくりたいというふうに思います。はい。で、僕もやっぱりね、さっきもさ、マルチタスクの話ってベラ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 って言ったけどさ、本当自分の動画見返して思ったけど、同じようなことをなんか別の言葉に言い換えて、なんかあたかもそれっぽい文句を言ってるように聞こえてただけで、全然大したこと言ってなかったっていうね。うん、そこら辺はもっとね、やっぱ特力を磨いていかなきゃいけないかなと思うんだけど、どういう話をしたらみんな面白いと思っていただけるんだろうね。よいしょ。ちょっと待って、めちゃめちゃ離れてる。まあそれはいいんだけどさ、うん、ういういうい、あいってーってーってーって、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、3位だか4位だかわかんない。あ、たぬきマリオか。てか、あれ、このカップもあれだね。マリオがいないんだね。
マリオがいないマリオカートってもうただのカートじゃん。よしよし。おくく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 くカートカートタラララララカートカートカートタラララララカッパ一枚あればいい。タラララララララ最高っすー。懐かしいな。毎週日曜日8時とかだったっけ、笑う犬の冒険とか笑う犬の太陽とか。あれ冒険か太陽になったところでさ、出演者変わらなかったからさ、あれ意味あんのかなって思った。えはちょ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 やばいやばいやばい、ギリギリ逃げ切れ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 、よっしゃ逃げ切れ。ああいつバカだ、キノコ使えばよかったのに、ほんとバカだ。よかった危ね。まあそんな感じですよね。はい。まあだからこんな風に寝ないからね、ちょっとしたね、時事ネタじゃないけど、自分に降りかかるような火の粉とかがあっていけば、まあ振り払うようなことっていうのはね、ちょっとずつやっていこうかなという風に思ってますんで、まあそんなコメントね、たまたまね、ちょっとね、ここ最近、数多くいただくということで、さすがにね、僕、基本的には温厚なんですけれども、かっこ自称、うん。なんだけど、まあそういうことがちょっと続きすぎたので、ちょっとブチ切れてしまいましたって、おっそ、ちょっと待って、よいしょ。4位でもらったら、どんなアイテムがもらえる？チュルチュ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 、あーなんだ、目の前のキノコをぶち殺せっていうことですね。はい、じゃあやっていきましょう。まあ基本的に だってさ、よく考えてみる、ぶち殺すとかってさ、危ないとか使ってるやつがさ、温厚なわけないじゃん、時にぶち殺す。あ、しかもそっち行くんだ。あれ倒した今。倒せてないよね。なんだよ、倒せてねえのか。でね、ツルツル、え、これ何、ツルツルスライダー、お肌スベスベ、寝ろ。はい、オッケー。お肌スベスベコースターだっけ。ちょっとあんまり分かってないんだよね、ここのステージが。もう久々すぎてさ、あぶれあぶれ。よいしょ、ちょっと待って、なんかこのステージだってやけにあいつが速くない？違うな、これまでのステージに比べてると、あれか、俺が遅いのか。あ、違う、よいしょ、オッケー、うまっ。松屋の牛丼、松屋は牛飯だったっけ、言い方が。ねえねえ、教えて誰か、牛飯と牛丼の違いって何があるの、分かんないんだよね。うん、そう、わかんない。そう。よし、で、落ちて、おいおいおい、キノコってどうせあれでしょ、金同士で繁殖するわけだからね、交尾をするわけじゃないもんね。オスとかメスとかってあんのかな、金にオスとメスってあんのね。メスのキノコにオスのキノコがぶち込むみたいなことってそんなあったりとかするのかな、わかんない。まあわかんない、どうでもいいか。うん、なんか後輩の誰かが確かなんかあれですわ、家で椎茸育ててるってやつだ。3周目、危ない。わー、抜きやがってこの野郎、俺で抜きやがったな、この野郎。てか俺を抜きやがったな、こいつ。ちょっと待って、当たれ、おっしゃ、うまいけどさらにうまいやつがいた。あ、ちょっと待って、3周目でこれはまずい。3周目で、あれ、ちょ、これまずくないか。よし、いける、あー、ちょっと待って、あー、キノピコは無理か。残念でした。やり直しでーす。さあ、惜しかった。ということで、はい、もう一周、ここまで戻ってきまーす。少々待ちを。ツルツルツイスターでしたね。はい。ということで、戻ってきました。ようやく。なんとか、まあ、一発で戻ってこれたからよかったけど。ほんとね、むしろ、こっちを実況撮ってた方が面白かったんじゃねえか、説もあるくらいの、撮れないと。いう感じだったね。本当に最後ギリギリで逆転したりとか、ゴール直前で雷に打たれて落ちるとかね、なんかそういうなんか感じになってたんだけど、まあ、見てないから、え、何ってか全然イメージ湧かないんですけどって思われるのはもう仕方がない。はい、これちなみにミッキーと、あ、緑と黄色行くのどっちの方が正解なの、素人童貞なので分かんないっす。はい、よいしょ、ギャーオーワ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 ー、よし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 、くるっと回ってくるっと回って、ほい、よいしょ、ほい。あ、ちょ、何してんの、なんかすごいところでなんかとんでもないことやってるぞ。ほい、誰かに当たれ、誰にも当たらなかった。よし、すごい、なんか多分きっと誰かに当たった。うわぁ、もうこんなところでノグスしてるやつがいるよ。よいしょ。早えな、あいつ。メタルマリオか。
重いんだろ。あ、ちょっと待って、なんかすごい遅い。よいしょ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 。ここでね、さっきまでさ、さっきまでっていうか前回パートも含めてだけどさ、すっごいさ、なんか饒舌とはまでは言えないけどさ、なんかバリ雑言とかだってベラ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 なんかもうずっと喋り続けてたんだけどさ、なんか急になんかネタがなくなるとこういうことが起こるんですよね。うん、だからなんか皆さん、ネタをください、頂戴します。はい、お色地頂戴、くるっと回って、はい、こっちに行って、痛いでございます。そういうこともあるよね。仕方がないから飛びましょう。ほい、一気に、あれ1位どこ、早いな、1位、うんち。なんかこれまた同じような目に遭いそうな気がしてきたんだけど、大丈夫かな。とりあえず、あー、こうだから分からないステージでね、イカ臭いのをちょっと注入されるとマジで困るんだよな。イカ、やっぱこれ自分知る、自分が知る、自分が知る。危ない危ない危ない。オッケー、なんか分かんないけど、誰かが巻き込めた、誰かを巻き込めたけど、バナナで滑ろうぜ。ちょっと待って、なんかキノピカ超速くない？よいしょー、オッケー。で、ちょっと待って、あー、ここでこれかよ。全然勝たせる気がないじゃん。やばいやばいやばい、同じ目には同じ目には。あ、いやー、なんかあれだね、普通の実況に戻ってからさ、下手くそになってない？まあ、このステージがもともと嫌いとか苦手とかっていうのはあるけど、もうなんかいっそのこと12位から行こうぜね。アイテムはさ、一体どうなる？あー、まあ悪くはないのか、これは。ちょっとこのステージでどのタイミングで使ったらいいのかっていうのがあんまりピンとこないんだけど、あれ5位？あ、とか待って、1と2がクソ早いな、ほんとに。やっぱ怒りのパワーって大事なんだな、ほんとに。なんか罵詈雑言浴びせまくっている時の方がさ、ね、ほんと、俺の実況になんか、ね、みんなが分かりきっているようなことを、なんかさもなんか自分が気づいたかのように。だからショート動画にさ、行って、あ、そっか、今防御ないんだった。うん。ショート動画とかに、あったコメントとしてね、この動画を見ただけで分かる、こいつの実況はつまんねえとかって書いてきてるやつがいるんですよ。お前何様みたいな。うん、別につまんない。すげえ。おらら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 らね、だったら、なんか俺だったらここでこういう場面を喋るとかさ、こんなことがつまんねえとかってさ、ちゃんと理論せずって、わあ、そっか、ごめん、そして無料媒体でさ、そんな低知能なコメントしか打てないようなバカがさ、なんか、賢いコメントとか打てるわけないよね、なんかとか、こうやったらいいよとかって代替案とかって出せるような知能を持ってるわけがないよね。ごめん、俺が悪かった、それは反省だわ。うん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 。っていう感じなんですよね。ということで、ヒュイーン、あれこれ、え、ちょっと、1位どこ？ 1 位クソ早えな。よいしょ、ほいほい、よいしょと、もう一丁、ほい、ちゃ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 、追いついた、ぴょん。で、あ、キノコね。オッケー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 、よいしょ、ようやくここで1位が来たけど、1位どうなんだ、これは。ここでの1位はどうなんだ。入れ替え、ピッピッ、入れ、ピッピッと、ほい、よいしょ、あんまり差が離れてない。あ、いいね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 、悪い字のバナナが3本。うん、なんかあれで、まあいいや、そう入れ替えっちゅうことで許して信じましょう。ほい。で、まあめっちゃどうでもいいんだけど、最近ラファエルとなんかレペゼンフォックス、まあ今レペゼン地球って言っていいのかな、まあレペゼンフォックスだろうね、まだ多分ね。ね、がなんか動画して、動画じゃねえ、コラボしてさ、相席屋かなんかに、相席屋違うな、なんか飲み屋かなんかに行ってさ、なんかな、改造チンポの話してるっていうね。どんなチンポだっていつも思うけどね。まあまあまあ、何かでずっとそのやつを喋ってたみたいなのあるんだけどね。うん。何のオチもないよ。何のオチもないよ。はい。ただなんかそれが今パッとふっと思いついただけってことで。うわー、なんかね、これね、ここも結構ね、時の運と場合とね、あとね、やっぱりね、今ね、ゼルダの伝説もやってるからね、なんか、思い入れがあるけど、さあ本日も始まりました12位スタート。アイテムを取るまではなんとか12位をキープしながら、さあルピーを一個一個取っていきましょう。取れませんでした。取れませ取れま取れまつげーということで、でもこいつらとこんなに離れてしまうことは果たして正解なのだろうか、よく分かってないんだよね。よし、じゃあ行きましょう。ブーン、ブン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 。まあここで雷打たれたら終わりなんだけどね。真ん中開いてないのかな？チュイーン。開いてないね。開けろよな。開けて欲しかったな、おじちゃん。あ、開いて、
よいしょ、まずは1個。あ、なんか後ろチェロチェロチェロピッピンって言ってる。よいしょ、おい、ということでやってまいりました。2位、マリ何やってんだ。こいつの名前なんだったっけ、デクババだっけ。まあとりあえずあの通称パッキンフラワーでいいんじゃないかーと。うお、え、そんなところでコースアウトあるんだ。へえ、面白いね。やっぱ人生って発見の連続だよね。本当にいろいろやってみてさ、なんかゲームってさ、まあ、子供の頃にはさクリアすることが夢中でさやったりとかするけどさ、おじさんになるとさもうクリアすることよりもなんか楽しむことの方が優先されるから、もうそんなのどうでもいいやって思っちゃうんだよね。じゃあ1位目指してるこの実況は何なっていう話なんだけど、Jカップだよ、Jカップ。 Jカップまで来ちゃったよね。 1,2,3,4,5,6,7,9,10 の Jカップだよ。本当に Jカップって何かっていうと、あれですよ、あのニコロビンとかね、ナミとかと同じカップ数なんですよ。どうもあのみんなボインボインね。えあそこまでのね、やつになってたらさ、もうなんか、本当に、あの、チバンドがまず大変だし、はい、お疲れ様でございました。はい。今日、チバンドも大変だしさ、ねえ、周りの注目もなんか、すごいだろうね。うん。と思ったけど、ちょっと待って、これ、怖い、怖い。オッケー、いいねえ。ピーチ踏んだり蹴ったりやな。巻き込まれたり爆発したりラジバンダリー、もうラジバンダリーっていう言葉になんか変わるさ、なんかこ耳障りのいい言葉なんか芸人さん言ってくれないかな、作ってくれないかな。ね、カーボンベイビーアメリカとかさ、それはまたちょっと違うんだけど。よいしょ、うい、じゃあ内側、おい、オッケー、ういうい、よいしょ、オッケー。あ、ラストステージはあれだね、ステートメントだったね。オッケー、そんなに苦労しなくて済みそうです。と1個プレゼント、2個プレゼント、3個プレゼント、ルピーをゲットして1ルピー。これ5ルピーとかあったら面白かったんだけどね。だから2個取ったらさ、一気に10回ブワーってなったりするわけじゃないですか。はい、ということで、Jカップ、ニコロビンと、それからナミをね、無事、あ、それからあれか、あいつもだ、ヘビ姫様、ヘビ姫様ですね。ボアハンコックも確か J カップだったはず。うん、そういう、しょうもないね、あの、情報だけはね、耳に入れるの早いから、本当に。はい。まあ、しょうもなくはないか、非常に大切なことですよね。はい。ということで、無事ね、J カップもクリアすることができましたので、次回も、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、お待ちいただけたらというふうに思います。ということで、今回も、オール1位、無事取って、なんとかね、終わることができました。この実況マジでね、ここで区切るっていうのができないからね、オール1位取らない限り終われないからさ、最悪なんかもう何時間でもやるような実況になりかねないからね、そこが怖いっていうところあるんだけど、まあ、無事ね、はい、これがあれですよ、ナミ、ボアハンコック、ニコロビンのカップでございますよ。はーい。ちょうどね、あの、上がニコロビン、右側のナミで、左が、あれですよ、あの、ボアハンコックみたいなね、はい、あの、力、知恵、勇気っていう感じですね。終わります。バイバイ。